新空港選挙。今回は皆さんからいただいた考察をご紹介していきたいと思います。まずは公式 LINE の方にこんな考察いただきました。考えすぎかもしれませんが、獣の龍と龍2人いることは考えられませんか？アングルのせいかもしれませんが、男と女混じっているような気がします。という考察いただきました。ありがとうございます。龍を怪しむ声はコメントでもいただきました。龍が龍と呼べといったことに引っかかりを覚えています。干支なら龍ではないかと。本当に私たちが知っている干支を獣たちはお面にしているのかなと。というコメントいただきました。ありがとうございます。こちらも龍が2人いる説に関わってくると思います。はじめの考察の方の男と女が混じっているということですが、私は正直わかりません。全部高橋メアリー淳さんに見えました。ただ、この画像の人物は高橋メアリー淳さんには見えません。だから、この画像の龍とリーダーの龍は別人という可能性はあります。あと、龍と龍二人いる説の材料となるのは紋章です。こちら、周りに12匹いて真ん中に龍がいます。だから、合計13匹います。これにのっとると、龍と龍二人いてもおかしくありません。じゃあ今度は誰が龍なんだいって話です。それに関するこんなコメントいただきました。どう見てもダイハードの2がベースならば、後の方で菊池風磨の釈放を要求してくるのかという考察コメントいただきました。ありがとうございます。皆さん分かっていると思いますが、ここで言う菊池風磨さんは大病院選挙での青鬼です。新空港選挙と青鬼をつなげるこんな材料が出てきました。2話の隠し動画のここのシーン、これは面会室です。3話で武蔵は青鬼に会いに行くと思います。龍の指示で会いに行くのか、それとも武蔵が率先して会いに行くかはまだわかりませんが。真のリーダー龍は青鬼、大和光一という可能性はまだ残されています。釈放されて第2ラウンドと行きますか、武蔵刑事っていうのも見たいといえば見たいです。でも青鬼、大病院選挙の最終回で心折られてるんですよね。あと、父親と妹の因縁は大病院選挙で片付いています。新空港選挙を起こす動機がわかりません。いや、ありますね。北見元議員がいるじゃないですか。P2 計画の原因となった北見元議員が死んだふりをして逃げようとしています。こいつに罪を償わせるために青鬼が龍として帰ってくる可能性はあります。これは面白い展開ですね。そして大病院選挙絡みでこんな考察いただきました。僕が2話を見て考察したのは駿河の彼氏です。前作の大病院選挙の8話で彼氏にメールをしたシーンがありましたが、送り相手の名前が小田拓でした。昨日の2話でも結婚相手の名前が同じ名前だったので、メールも嘘だと考察しました。という考察いただきました。ありがとうございます。そうですね。小田拓が存在しないので、あのメールも嘘だと思います。ただ、あのメールの意味することがいまいちよくわかりません。メールの文面が、ごめん、今日も帰れそうにないです。おそらく獣の誰かにメールしているんだと思います。でも、獣というか、駿河の関係者は、今日、大病院選挙が起きると分かっています。遅くなるのは確定しているので、メールを送る必要性がありません。だから、文面自体には意味がないと思います。だから、あのメールは、撹乱するために、あの時送ったんだと思います。じゃあ、今度は、小田拓は誰なんだいって話です。小田拓は完全に存在しないのでしょうか。一部では、小田拓はジェシーさんではないかとも言われております。ただ私は大病院選挙の考察動画で言ったかは忘れましたが、小田拓は大和光一、青鬼だと思っています。小田といえば織田信長ですね。織田信長は尾張の国の出身です。大和光一の父親は尾張光太郎です。ここで尾張が絡んでくるので、小田拓は尾張光太郎の息子、大和光一だと思います。ただ、青鬼と駿河が付き合っているかどうかはわかりません。大病院選挙の最後で、ブルーから送られたメールが、ありがとうございました、でした。彼氏から彼女へ仕事手伝ってもらったとはいえ、ちょっと堅苦しいです。だから、恋人同士というか、選挙仲間と考えた方がしっくりきます。あと、青鬼ですが、達じゃなくてネズミの可能性もないですかね。菊池風磨さん178センチなので、ネズミの身長と合います。人質や警察の中に裏切り者がいるというのは大病院選挙の方でやったので、ここは木をてらって青鬼がネズミだったというのも面白いかもしれません。竜、達は二人いるのでしょうか。青鬼、菊池風磨さんは獣なのでしょうか。次は竜とジェシーさんに関してのこんな考察いただきました。ジェシーも獣のメンバーってのはやっぱりねって感じになるから、個人的にただ獣だったオチはないと思います。あるとしたら、実は元獣集団のリーダーで竜だった。獣集団も元々は過激派ではなかったが、何者かに組織が乗っ取られて、それが今のリーダーである新しい竜かな。テロを起こすような過激派組織にならざるを得なかった出来事があった。獣たちの暴走を止めるため動き、最終的に武蔵と共闘するのがあり得るかなと思っています。という考察いただきました。ありがとうございます。そうですね。ジェシーが獣というのは普通すぎますよね。ただ、この話で言うと、ジェシーは穏健派のはずなのに、すんごい凶暴です。子供だって人質にして利用しようとしています。今の状態を見る限り、逆に過激すぎてクビになったという方がしっくりきます。今の獣のメンバーは白川が自白をしたら解放しました。ジェシーさんは逆に白川を殺そうとするからクビにしたのではないでしょうか。呼びやすいからジェシーさんって言ってますけど、被害者の新見桃香の弟、新見大河ですけど。あと、今消えてるんですけど、いただいたコメントで、猿とジェシーさんが鳥を奪い合って怪我したのではないかというコメントがありました。これ、面白いですね。確かに、新見大河と鳥のセナは姉を通じて繋がっています。ここに鳥の彼氏の猿も来るので、そういう三角関係があってもおかしくありません。そして三角関係といえば、鳥と猿と羊が三角関係で、羊が猿を好きなのではないかと前回の考察動画で言いました。しかし SNS で羊が猿を好きなのではなく、羊が鳥を好きなのではないかという声がありました。なるほど、多様性の時代なので、それもあるかもしれません。ここら辺どういう三角関係か注目していきたいと思います。次にいただいた考察が、前作引き続き出演されている爆弾処理班の男性があまりにもタイミングが良すぎて怪しく見えましたというコメントをいただきました。ありがとうございます。確かにタイミングがいいですよね。ただ、邪推しちゃうと裏切り者だった場合、もっと有名な俳優さんを使うんじゃないかなって思ってしまいます。次の考察は、久留米と庭瀬密輸をやっているかもしれません。協力者ならアメリカから武器の手配をした可能性もあります。という考察コメントいただきました。ありがとうございます。密輸ですか。面白い視点ですね。パイロットの久留米、ネズミの可能性もありますし、裁かれる人間の可能性も全然あります。気になるのは、久留米と庭瀬、セットで拉致されています。裁かれる場合は2人で何かしています。不倫は良くないことですけど、不倫では拉致されないと思います。だから私が今考えられる罪は、不倫でドライブデート中に誰かをひき逃げしたとかではないでしょうか。いただいた考察で気になったものを紹介しました。参考になったと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。公式 LINE や現 X、旧 Twitter、そしてコメントなどで考察お待ちしております。そしてこっからは別件ですが、現在、マルス、ゼロの革命、グレートギフト、そして厨房のアリスの考察動画を上げています。この3つのドラマ、考察好きにはおすすめです。このドラマを見ていない方は、ぜひドラマをご覧の上、私の考察動画を見てください。こっからは、ただの世間話ですが、今日仕事の入金日でした。支払いしたら、ほとんどお金残りませんでした。いやー、生きるって本当に大変ですね。スポンサーとか案件って、やっぱりチャンネル登録者数数万人超えないと無理なんでしょうか。やっとこさ3700人になったので、1万人は夢のまた夢ですね。あー、借金返済してお金持ちになりたい。お金持ちから投げ銭いっぱいしてほしい。そんなうまい話はないので、コツコツ動画上げていきたいと思います。ということで、新空港選挙第3話楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。新空港選挙の考察動画上げていきますので、気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。現在、スポンサーを募集しております。動画内に提供を入れることができます。提供を入れる頻度や場所によって料金は変わります。詳しいことは LINE や X からお気軽にお問い合わせください。現在最低1000円から受けたまわっております。そして公式 LINE やってます。気軽に LINE 送ってください。仲良くしましょう。LINE Pay や PayPay で投げ銭もできますのでよろしくお願いします。この動画はんごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。